ところでちょっとナサ君にお話があってね。僕に？ええ。実は。ああ！すっごいいい匂いがすると思ったら、これ銀座の有名店のパンじゃん。嫌なタイミングで起きてくるカブトムシね。おはよう、つかさちゃん。おはよう、旦那様。って、二人だけで食べてる、ずるい。ずるいって何よ。欲しいなら焼いてあげるわよ。え、本当に？じゃあ2枚焼いて。